そう、明日メジャーリーグ開幕よ。大谷くん開幕投手やけんね。もうさ来た、20連勝中。ソフトバンクホークス対中日ドラゴンズのゲームを解説は小針、打者を打ち取る確率。イチローさんの使用感どうですか。まあ今のところ俺好きじゃないね。でもこういうフォロースルーついたら多分打ちやすくなると思うよ。甘っ。タイピンじゃないよね。うわ、どうしよう。いやー反応してくるよね。そこ反応するもんね。いや俺ダルさんめっちゃ似合っとると思うけどな、親友に。もう一つリードを広げておきたいですね。そうですよね、この点差のままでは逃げ切れるとは限りませんからね。そうですよね、ここはぜひ決めておきたい。二塁はセーフ。まだいいか。初球からバッテリー内側際どいコースへ投げ込んできました。さあ2球目は何か。外角低めのストライク154キロ。これが3球目。ストライクを取ってこれで追い込んだ。いやー追い込んだけどよ、どうする。低めいいところに持ってきましたが外れます。いや長径、よかった。最近ストレート速くないですか。そんなことないと思うよ。ここは1球見ました。インサイド落ちました。セカンドの左抜ける。そうダルさんはねイケメンやけん何着ても似合うんよ。バッターは2番に入っている大谷。スタイルいいし。ソフトバンク同点のランナーが出ています。インサイド落ちました。さあそしてバッターボックスには高橋が入っています。さあ一打同点のチャンス。まあここはアグレッシブに攻めていってほしいですね。なるほど、そうですよね。次が2球目当たりました。157キロ。さあいいよ、いいつなぎよ。新シリーズ岡本さん引いたらサード交代、交代やで。余すとって通用しないですか。まあ投げるタイミングによる。個人的に好きなフォローする。山田さん。さあ3球目は何か。
山鉄。テッドさんのね、内角高めのツーシームしばいた時のフォロースルーがクソ気持ちいい。ナイス、レフト外、ヤンキーやね。それゲッツーになるん。さあ、なんとかここは意地を見せたいですね。当然ベンチもそれを期待してるでしょうからね。そうですね、この起用に応えたい。初球わずかに外れてボール。なんか代打で城島さん出すんやったら初めから城島さんでいい気するけどな。まあこだわりあんのかね。結構ではないけど、やってくれるときしてくれるよ。バース。マジで守備うめ。知るんか、俺浮かしたかったけどな。いやーマジかー、変えるか。いや広角出てないけど勝負したいんやけどな俺。いや勝負しよう、広角出てないけど勝負したがいい、これ絶対。Sure.